はい、ということで今日は、はい、撮影をしようってなったんですけど、え、誰も来ないので3人しか来ないじゃん。3人でお話をしようか。ということで今日は第1弾インターハイの勝ち方を教えます。おー、僕たち実は知らないと思うんですけど、インターハイ優勝している人、はい、はい、ということで、そうなんですよ。意外にみんなしっかり昔はやってたんだよ。今もやってる。今もやってる。今もやってる。1年生の団体、2年の団体、3年の団体取ってるし、まあ、個人もまあまあ頑張ってる。そうですね。ってことで、インターハイを戦い抜くにあたって、まあ、僕たちが勝ち方を教えてあげればいいんじゃないかと。先輩からのアドバイス的なね。10年以上経ってる。10年以上経ってるね。いや、懐かしいっていうかもう忘れちゃったけどね。話していくと思います。じゃあまず早速インターハイの特徴についてちょっと。インターハイの特徴として、うん、あの本戦で優勝するのはもちろんすごいじゃん。あ、ただ予選で一番緊張する。緊張する。確かにな、めちゃくちゃ緊張するね予選は。それこそさ、各あの県に種目によっては1人とか2人とかしか出れないわけじゃん。そうね、どんだけ強くても、どんだけその全国で大会の結果残していようとも、県予選で負けたら終わりっていうところがやっぱ大きな特徴。めちゃくちゃ緊張するね。あれはまず出れることがなんかもう、うん、俺らの場合さ、なんか当たり前だと思われてる部分もあるから。そう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 、なんか調子乗ってるみたいだけどさ、やっぱ各県で一番強かったわけじゃない、うん、まあそうだね、うん、そうなるとさ、やっぱりその県予選に出れないさ2番手3番手の人たちがもう全力で食いにかかってくるわけだから、その試合前でも結構ギスギスするみたいな。ギスギスするね。なんか予選のなんかあと気をつけてるとか、なんかエピソードとか。なんか予選はまあ僕の場合埼玉なんで、一強の埼玉、うん、栄高校っていうのが一強だったので、まあライバルがみんなその同期とか、まあ、後輩とか先輩とかになってくるんですけど、まあ、普段から仲良くしてる分、普段と違う技を相手はこう全力でしてくる。してくる、ね、インターハイはもう そこに向けて高校生はやってるから、ね、甲子園みたいなもんだ。そうだよ、ね、そうだよ、ね、それが全てだったからね高校生は。じゃあそんなインターハイの思い出とかある？このサトキングチャンネル今メンバーいないけど、インターハイは思い出深いと思う、うん、1位が今いないタイマン、うん、2位がサトキングで、5位が俺で、リュウが6位か。インターハイの上位で集まってる人です。半分サトキンだよね。結局負けたんだよ。結局俺が負けたんですけど、なんかね、悪い癖で自分に酔っちゃう時があって、そう特にサトキングとやるときは、うん、身長でかい、うん、で身長ちっちゃいって俺が立ち向かってるっていう構図に酔ってやりきった感みたいなのが結構あるんです。まあ、いざ全国インターハイってなったら、もうやっぱ上がってくる人ってメンツを大体わかるわけじゃんか。ってなった時にそのレッスンとかで龍之介対策とか。あ、そうだよね。そうあれあれだね。やっぱそういう風にこう組み立てていかないと勝てないなっていうのは本当に。まあ、じゃあ団体の話とか。まあそうだね。団体取ってるからさ。団体で何が大事かってやっぱりメンバー。まあそうだね。フェンシングの団体っていうのは3人ずつが各高校出てきて、うん、そこでその総当たりをして9試合あるんですけど、そこでご視聴した方が勝ちっていう話だから、うん、1人がめちゃめちゃ強くて頑張っても勝てないんだよ、うん、メンバーが3人強くないと勝てないっていうルールでやってて、フェンシングの団体は2人強ければ高校のインターハイは勝てるっていうふうに言われるんです。そうそうそう、やっぱり1年の時は食ってやろう感でいいと思うね。相手のエースを食ってやる、あと3番手同士の対決には絶対負けない。そこだよね。いや、正直そこだと思う。そこだと思うね。なんかエースと結構いい勝負するだけで、うん、チーム的に盛り上がるから。そう、盛り上がるね。なんか思うのは、もし周りに強い先輩がいて3番手にどうしても入りたいって人は、なんかやってくれるんじゃないかって思わせるようなフェンシングをこうアピールしてれば使ってくれるんじゃないかなって思うね。フレッシュがめちゃめちゃ速いとか、コントラックすごい上手くて、うん、たまにこいつに負けるんだよなみたいなのを大会出せばいいから、うん、そう監督さんはそこを採用するよ。そこ採用すると思うね。2年の時はエースポジションだと。まあ、3年の先輩に2人あの強い先輩いたんだけども、一番重要なところ任されるポジションで、俺もなんかこう大事にしてたのは淡々とやる。あ、逆にね。逆に淡々としてたね。そう、もう作業みたいな。そう、5本勝負をいかに勝つかっていう、なんか自分の中でこの組み立てがあって、それをもう実戦に落とし入れるみたいな、ほんとちょっとあの機械チックな多分感じだと思うんだけど、自分はとりあえずこの試合に集中するっていう意味で淡々とやるっていうのが結構大事なんじゃないかなって。
それが周りから見て結構うざかったよ。なんか分かる分かる。この動画の趣旨が、うん、インターハイの勝ち方だから、おっと、どうやったら勝てるのかっていう話をしたいんだけど、でも俺はその全部の大会は同じことを言えると思うんだけど、うん、インターハイは特に特別な大会ってこともあって、うん、その当日に勝てれば正直、うん、他の試合全部負けてもいいと思ってた。その時に勝てるようにっていう風に標準を合わせて頑張ってたから、うん、自分より弱いなって思う人には確実に取れるポイントを何個か準備しておく、うん、かつ自分より絶対格上だなって時に大逆転を起こせるような手を準備しておくっていうのが大事だけど、これはすごい普通のこと言ってるよね。いやいや、そうじゃない。そうね、これのいいところはメンタルだと思うんだけど、だからそこのモチベーションの持ってき方というか、今日勝てばあとどうでもいいやって思ってそこで全部出し切ったなっていう感じはある。恥ずかしいけど、それが勝ち方。もちろんその感情の浮き沈みって絶対あるじゃんか、うん、メンタル。そうそうそう。ってなった時に、まあ例えば一本勝負とかってなっても結構なんか我慢できずになんか取られちゃう人とか絶対多いから、確かに雰囲気飲まれちゃう。そうそうそう、そこはしっかりと時間を使ってそこまで我慢するっていうのは結構大事なのかなと思う、うん、常に一定の気持ちを保ってやって、それで言うと逆だわ。逆だね、これも逆だな。そうなんだ、うん、僕はですね、なんか綺麗事みたいになりますけど、うん、試合を楽しむのが一番。まあまあ、ね、まあ、インターハイなんて特に3年の時で言えばもう最後のインターハイ、まあ、全国からライバルと戦えるチャンスっていう、インターハイで戦えるチャンスはそこでしかない。クソ楽しい、クソ楽しいこんなに強いっていうのも俺も自信あるから、うんうん、なるほどね。やっぱそれ大事。みんな緊張してクッて下がるところをグッて上げられる人、うん、なるほどね。こういうことだよね。はい、じゃあみんな長々話しましたが、はい、結局どうやって勝つんだと、はい、一番大事なことは何なんだと、うん、はい、まとめていただきました。はい、じゃあ、しかない発表します、はい、僕からババン、強い高校に行く。結局いや、そりゃそうし、まあそうだね。そうだね。いや、インターハイで勝ちたかったら強い高校に行って、その一人で頑張るって結構厳しいし、うん、団体で勝つならメンバーが必要だし、あの強い先生も必要だし、うんうん、強い高校に行けば勝手に相手がビビる。ネームバリューはあるから、確かに。ビビらすなんぼ。強い高校に行ってください。さあ転校してください。じゃあ僕が一番大事だと思うのはコーチ。コーチ、これはやっぱさっき、まあ、ちょっとレンが言ったけど、考えられないと、その対策だったりとかいろいろ練習メニューだとか、そうね、そういった意味ではやっぱ一番誰よりも経験があるコーチがそこにいてくれないとやっぱ勝てるものも勝てなくなっちゃうんで、だからそういった意味でコーチって言いました。キングのコーチはパパ。ああ、うん、パパキングね。パパキング。僕はじゃじゃん、自分に酔う、楽しむっていうところですね。なるほどね。この会場の中で一番強いっていう想像でこう楽しみながらやるといいんじゃないかなと思います。なるほどね、はい、楽しんでなんぼだもんな。そうです、大事大事。よし、このチャンネルみんな見たってことは、うん、インターハイ優勝してるってこと。そうしてるってこと、ね、本当に今のうち登録しておけばインターハイいけるんだからな。いけるよ。うん、何やかんやさ、うん、俺らにとって当たり前な話も結構参考になると思うから、うん、今後もいろんな大会の話をしていこうかなと思うから、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ということで今日は終わりです。真面目動画、真面目だったな。これ需要あるか全然わかんないから、うん、とりあえず出してみますけど、はい、よかったらコメントください。そうです、高評価もお願いします。それではタイのみんな、お手を拝借、よーっ。